次にですね、まあ、いわゆるメリットという点があるわけですね。メリットということで、中国にしても日本にしても様々な資金的な支援をしたりしているわけでありますが、まあ、中国の場合はちょっとですね、強烈でありまして、存外ですね、資金支援はするものの、呵責なく、この取り立てをすると。スリランカのハンバントタ港の件は有名でありますが、こういった事例が、まあ、いくつかあるのか、まあ、明確になっているのはこれぐらいかもしれませんが、99年の、まあ、咀嚼といいますか、所有を許してしまったということであります。お答えいただください。他にどういう事例があるか。林大臣官房参事官。お答え申し上げます。今お話がございましたスリランカ南東部にございますハンバントタ港でございますけれども、2017年にスリランカ政府が中国国有企業との間でコンセッション合意文書を署名した結果、この中国国有企業はハンバントタ港の管理運営会社の株式の 70% を所有保有し、港の運営権が99年間譲渡されることになったと承知しております。我が国としましてはスリランカの港湾含めインフラ整備につきましてはインフラの開放性、透明性、経済性、さらには対象国の財政健全性等など国際社会共通の考えを十分取り入れることが重要と考えておりまして、ハンバントタ港の運営について引き続き注視していく考えでございます。松原君。中国がその世界戦略で極めてですね、こういったことを意欲的にやってるわけであります。まあ、エチオピアの債務額というのはエチオピアの国内総生産の今 59% 中国が持っているというところであります。トルクメニスタンに関しては40億ドルの債務があり、輸出の 83.2% が中国であると。これは数字のデータであります。スリランカ今のような話でハンバントタ港が99年間中国が所有すると。マレーシアは2018年段階で27兆2000億円の中国の借金を抱えていると。モルディブは825億円の借金を抱えていて国家歳入の 50% を超えると。バヌアツは1400億円、回収された港には従って中国の海軍の艦艇がいると、こういう話になっている。タジキスタンは2006年はゼロだったのが10年経った16年1000億円この中国から借りてまして、中国人民解放軍が駐留をしているという情報になっているわけであります。こういう状況というのは、この海外投資を使った多くの国に対する植民地化というふうに私は言えるんではないかと強く懸念を持っております。国士舘大学の助川教授のですね、この分析によりますと、中国のこういったですね、支援というのは、3つあると、問題がですね、それは借り手が債務の条件や融資の大きさ、債務公表できないような守秘義務を与える場合があると。2つ目は、いわゆる我々がですね、先進国は、このセブンの国々なんかは、相手に対して情状酌量してですね、債務を安くする、または貿易というか、返済期限を延ばしたりする、それを呵責なくですね、取り立てる、したがってスリランカのような港の話が起こる。で、3番目なんですよ。これも問題なんですが、融資とは直接関係のない政治的経済的な動き、例えば中国に対する敵対行為など様々な状況下で、その場合融資を取り消す、即時返済を要求する等の条項が含まれているのではないかと、こういう話になっているわけであります。私はですね、これはもうある種の新しい時代の植民地化のですね、一つの方便だというふうに思っておりまして、これは非常に問題であり、こういうその罠にはまって多くの国々が国連の総会においても中ロと一緒になって、本来の国の何て言いますか、国際的な秩序、法の支配や人権をですね、G7 の国がその部分に関して主張しようとしたときに、それに対して反対をするような動きがある種起こってくるんだろうと、ある種の新しい新植民地のような気がしているわけであります。これは質問通告しておりませんが、大臣、どんなふうにお考えですか。林外務大臣。今委員がご指摘の問題はかねがねですね、いろんなマルチの場でも問題になってきておりまして、先ほどご紹介いただいたスリランカの例もですね、いろんなところでこういうことをですね、紹介しつつ、この手にもですね、注意を促すことも含めてやってきておるところでございます。で、この中国のですね、この途上国向けの融資というのは、この我々ですと、この OECD とかですね、パリクラブというのがございますが、そういうところでルールを作ってですね、債権者がみんなで集まってどうしましょうかと、これ、国内の債権者も一緒でございます、債権者がみんな集まってどうするか、こういうことをやるわけですが、これが中国の場合はですね、そこに入ってない、また今おっしゃったような指摘も含めてですね、どういう契約を結んでいるのか、
これも非常に不透明である、まあこういうことがあるわけでございまして、まさに委員がおっしゃったようにですね、途上国がいわゆる債務の罠に陥れているという指摘がですね多くなされておるところでございます。まあ、そうしたですね中国の開発協力の動向、これ注視しておるわけでございます。で、我が国は G20 またパリクラブ等の国際的な協議の枠組みに参加して、まさにこの債務の透明性の確保、そしてすべての債権国間での公平な、まあ、債務措置、この債務措置というのは今委員がおっしゃったようにですね少し伸ばすとかですね一部免除するとこういうことですが、こういうことの重要性をみんなで透明性を持ってやるということの重要性をですね訴えてきておりまして、国際的な合意に基づいて返済猶予等の債務措置を実施してきているのが我々でございます。また途上国に対してもですね債務管理能力をしっかりとつけてですね財政の健全化に資することを目的として、公共財政管理等の分野の専門家の派遣などを通じてですね、それぞれの国が債務管理に必要な知識、業務ができるように、こういう定着をですね、支援をしているところでございます。松原君。中国のこの先ほどの助川教授の話もありますが、直接債務と関係しない中国に対する政治的、経済的な部分で反発するものがあった場合は、即座に返済させるとか、まあ、そういった秘密契約も入ってるんじゃないかと、こういうのはよく、まあ、研究する必要があると思うんです。冒頭言ったように我々がどうそういった国々にアプローチするかだけではなくて、その国々がどのように中国によって、まあ、言葉を選ばず言うならば荒らされているかというのは確認し、それを止める作業が必要だと思います。その上ではさっき言った、まあ、政治家だけではなくて、それぞれの国のですね、インドネシアでもマレーシアでもいいですよ、まあ、すでにちょっともう来てしまってるかなと、厳しくなってるかなと、インドネシアも中国の投資すごいですからね、いうふうには思いますが、それでも今からでもですね、それがこういったですね、ことになるんだということを警告をしていかないと、彼らのいわゆる国家の自立性もですね、損なわれていくんじゃないかと私は思っております。極めて重要であって、そのことはやっぱりネガティブキャンペーンをしろというわけではなくて、事実をですね、やっぱそれぞれの国の経済界や、それぞれの国の政治家、それぞれの国のマスメディアに強くですね、アピールするというのも大使館の作業ではないかと思っております。